前が一番暇そうだからだ。無理ですよ、砂漠を4日も歩くなんて。やりようはある。置いていってください。頑張れとでも言ってほしいのか。だからほっといてください。もう嫌なんです。何かに関わったり利用されたりするのは。そうはいかん。お前はパイロットだ。被害者根性でふてくされるのはやめろ。落とされたギルボアも浮かばれん。殺したかったわけじゃない。ダグザさんが死んで頭の中が真っ白になって、それが許せないって言うなら人思いに。嘘だな。お前の目はそんなこと納得しちゃいない。自分の生き死には自分で決めるっていうやつの目だ。なら死ぬまで痩せ我慢してみせろ。男の一生は死ぬまで戦いだ。やりました、やったんですよ、必死に。その結果がこれなんですよ。ビルスーツに乗って殺し合いをして、今はこうして砂漠を歩いてる。これ以上何をどうしろって言うんです。何と戦いって言うんですか。こんなに夜空がとても綺麗なんて。地球が汚染されてるなんて話が嘘に思えてくるな。だがここいらの空も昔より汚れている。砂漠ももうダカールの喉元まで迫っているらしい。全て人間のやったことだ。乱開発にコロニー落としや隕石落とし。人が自然から生まれた生き物なら、人が出すゴミや毒も自然の産物ってことになる。このまま人間が住めなくなったとしても、それはそれで自然がバランスを取った結果ということなんだろう。自然に慈悲なんてものはない。昔の人間はそいつを知っていた。他ならぬ自然の産物の本能としてな。だから生きるために文明を作り、社会を作って身を守った。ああ、だがそいつが複雑になりすぎて、いつの間にか人はそのシステムを維持するために生きなきゃならなくなった。あげく生きることを難しくしちまって、その本末転倒から脱するために宇宙へ新天地を求めた。そこでまた別のシステムってやつが出来上がった。宇宙に捨てられたもの、スペースノイドに希望を与え、生きる指針を示すための必然、それがジオンだ。地球に残った古い体制はそいつを否定した。出自の違うシステム同士が相入れることはないからな。どちらかがどちらかを屈服させようとするだけだ。でも連邦っていう統一政府があって、宇宙に100億の人が住んでいる世界なんて、きっと昔は夢物語でしたよね。そういう可能性も人にはあるんじゃないですか。二つの考え方がいつか一つになることだって。みんなが平等に束ねられたわけじゃない。弾かれて潰された連中の怨念は今でもこの地球にへばりついている。悲しいことです、それは。ああ悲しいな。悲しくなくするために生きているはずなのに、なんでだろうな。アナージ。分かってますよ。男が人前で泣くもんじゃないって言うんでしょ。いや、人を思って流す涙は別だ。何があっても泣かないなんてやつは俺は信用しない。礼を言う。お前がいなかったら俺も途中でへばっていたかもしれん。そんな、俺は足を引っ張ってるだけで。意地を張り合う相手がいるってだけで違うもんさ。
キャプテン。ん？俺、箱をよりよく使う方法を考えろってある人に言われたんです。もしかしてそれが俺の。どこなんです？ユニコーンが示した次の座標って。お前たちが悪いんだ。消えろ！
い知れ思い知れ思い知れ。飲まれてはダメだロリさん。可能性という名の光を消してしまってはいけないんだ。こんな戦い怖いことだって分かるんだよ。許さない。私の居場所はもうここだけだ。簡単に晴れるほど浅い恨みではないのだ。思い知れ思い知れ。他に生きる意味なんてない。抗えないのさ現実には。理不尽には怒るのが人間だ。人は神じゃない。消えろ。好き勝手なことを。不完全な秩序があっても俺はそれを守る。子供が親の願いに飲まれるのは世の定めなんだよ。バナージ、私は間違っていない。それは願いなんかじゃない、呪いだ。託されたことをなす、それが親に血肉を与えられたこの血の役目なんだよ。お前のその力も親の与えたものだろうに。これは私の戦争なんだ。戦争なんてあるもんか。これを分からずや。許さない。これは私の戦争なんだ。しょこまかと近づくじゃ何も解決しない。本気なのか。